はい、毎度大きなデネでございます。タイガース対カープの試合が、終わりまして、今日の結果はババン5対4ということで、昨晩ですね、1週間の展望のライブをさせていただいたときにね、この3連戦頭はね、西勇輝投手が今日は7回ぐらいまで投げて2失点ぐらいで、得点は5点ぐらい取って5対2ぐらいで勝てれば理想、湯浅が出てきて2セーブ目みたいな、そんなね、予想して、今日の試合を臨んだんですけども、蓋を開けてみれば、5対4ね、ほぼほぼ思った通りの点数に収まったなぁと、そういう感想の試合だったと思います。試合を簡単に振り返ると、2回ですね、森下の犠牲フライで早々に先制すると。で、今日も、フォアボールが、先発栗投手からフォアボール7個取ったんかな、はい、フォアボール7個を取ったというところで、毎回のように塁をね、賑わせながら5イニングのうち3イニングで得点をする。そして、すぐ3回の裏にね、野間選手と菊池選手の、2アウトからの長打で、広島らしい得点のされ方で追いつかれたのにもかかわらず、4回の表ですね、すぐさま、森下の左中間へのツーベース。森下がね、これがもう6番にいることが本当にチームにとっての最大のね、補強になってるんじゃないかという、完全にこれポイントゲッターとして機能してますね。今日も森下選手が2安打で2打点、はい、初回2回の犠牲フライ、4回の左中間へのツーベースというところで、序盤ね、チームの勝てるぞっていう流れを今日も作ってくれました。新人離れした活躍にあっぱれでございます。そしてですね、5回です。理想的な点が入るんです。近本がフォアボールから中野が送りバントで、ここまでは基本の徹底なんですが、それを相手の栗投手が慌ててしまってベアハンドキャッチ、一塁投げるもエラーになってしまい、ね、ランナーが二塁三塁に進む。そこでノイジーがすぐさまレフトにタイムリー。そしてノーアウト一塁三塁で、大山選手が三振はしないでねっていうお願いの中、犠牲フライをきっちり打ち上げると。ね、これで犠牲フライ4試合連続、犠牲フライをやっております。今日も2個犠牲フライで得点を取ってるんで、はっきりして去年までのペースに比べたら、おそらく17倍ぐらいのペースで犠牲フライをもう本当稼いでるんじゃないかなと。このあたりの勝負強さ、打席での最低限、この辺が徹底されている岡田野球、恐るべしだなと。ここまで4対1ね、理想的な流れで試合がやってきたんですけども、6回三者凡退同士で落ち着いた後、7回チャンスだったんですね。森下選手が打てばっていうところで、森下選手がライトに鋭い打球飛ばしたんですが、ライトにもライナーで、収まるという、惜しくも追加点ならず、4対1、ね、自分の中ではやっぱり3点差っていうのは、野球プロ野球においてはワンチャンス、そして次の点が相手に入れば一気に展開として危なくなるという展開で迎えた7回、まさにね、ミスからの失点という、この野球のそのパターンというか、やっぱりある程度ね、押してるチームが、ミスを起こした後にね、危ないバッター、坂倉選手がここツーランホームラン打つんですけどもね、その前の打席でも野間選手が得点した時も内角のスライダーを引っ張ってやられており、でここは速い球を待たれているという中で、内角高さがね、やっぱり甘かったっていうところで、天才ね、坂倉選手にツーランを打たれてしまうと。これで試合が分からなくなってしまって、で8回三者凡退でピシッと抑えられて、8回の裏ですね、デビッドソンの犠牲フライで、あそこの場面がですね、ちょっとデビッドソンに対して梅野選手が求めた球が変化球がちょっと浮いてしまって、浮いた変化球を逃さずにきっちり犠牲フライ打ち上げられたっていうところが、ちょっと浜地投手にとっては今日は残念なピッチングになったのかなというふうに感じました。しかし9回ですね、近本が初球打ち上げて、あれだだだと思ったところ、中野がきっちり相手のクローザー栗林からフォアボールを取ってくれて、これ WBC 効果ですね。これフォアボールがもう圧倒的に今日は増えてますね。今日もフォアボールだけで8個かな、8つ選んでおりますね。その8本ヒット打ってるのと同じ意味なんでね、はい、ヒットこそ7本でしたが、7安打に8フォアボールを絡めて、
そして作ったチャンスで、島田選手が最低限の、まあ、一、二塁間、ね、ライト前抜けようかという打球。まあ、もう初回のね、セカンドゴロの候補から始まり、今日はやっぱりね、内野の守備よくね、小畑選手もまあ初回ファインプレーして素晴らしかったんですけど、まあやっぱり守備がね大事っていうところを見せましたね。逆に緩んだ回にやっぱり打点が入ってしまってるっていうことを考えれば、やっぱりね、内野の守備の、まあその辺のふんどしの締め方は大事なんかなと思います。9回、最後ですよ。大山選手が相手のクローザーを見事一振りで決めてくれたということで、逆転。9回は、湯浅選手がまあ一人ランナー出しましたが、最後は相手のミスもあって、結局、菊池選手を三振で抑えて、ゲームセット。5対4。ヒットでは負けてましたが、フォアボールとヒットで15出塁っていうことになるのかな。ヒット、プラス8フォアボール。まあ5点。まあ5点しか取れなかったのか、いえいえと。ね。3点までは選手の力で取る。そっからベンチの力で取るという意味では、9回のね、勝ち越し点なんかもやっぱ大山に必ず、ツーアウトまでランナー二塁まで作っておいて、それを4番で仕事してこいっていう、この岡田監督の一貫したね、岡田さんならではの大山選手への信頼というのが、バシッと大山選手の打撃に、伝わった好ゲームだったんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はタイガース5対4、勝って4連勝を決めました。昨年は2カード目の松田で、ケラーが出てきて、ね、やられたり、湯浅が出てきて、で、あと、昨年は7月までね、松田含めて広島に勝てないなんて言って、どうなってんねんっていうような、まあ前半戦を過ごしたんですけども、幸先よく3連戦の、しかも相手の本拠地での最初の1試合をきっちり勝った。3連敗と3連勝っていう、やりにくい中での、この激勝を制した意味は、非常に大きいんじゃないかなと思います。そんな、阪神対広島の1回戦でございました。疲れました。本当に。けど、まあ、明日、明後日ぐらいまで、まあ、こういう苦しい試合が、まあ、続くんかなと思うんで、また明日もきっちり応援していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ぜひ、お願いします。